ちまちまこういうの塗ってやってるわけですよ。はあ、これは香ばしい。お疲れ様です。お疲れ様です。珍しくこう街中の撮影なんですけど、まあ今日は浅草に来てますね。ちょっと仕事上がりに待ち合わせしてっていう感じですよね。でも浅草といえば、まあ自分も下町の育ちなんで、まあ昔から浅草といえば、まあ浅草寺がまあ有名ですね。はい、まああと花屋敷。はい、浅草の三大名所といえば浅草寺、花屋敷と、あとまあこのね、ラインストラックさん。唐突ですね。まあ、これ3つしかないんで、浅草ってのは大体この3つだけで、ね、構成されてるんで。はい、そうですね。もうH1 でもね、大活躍の小倉さんが、やってるね、お店なんですけども。実店舗があるんですね、こういう感じで。そうなんですよね。まあ、ネットとかではね、かなり背びれとかも有名なんですけども、実際にね、こう売ってるお店も浅草の方にあるってことで、まあ、今日はぜひともね、はい、突撃してみたいと思います。お願いします。はい、はい、超かっこいいですね、この店。おしゃれなんですよね。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、どうも。うおおこれはかっこいいですよね。おお、こんにちは。うわあ、小倉さんだ。はい、どうもどうも。いらっしゃいません。いやあ、ちょっと先輩と、はい、いつか連れてってくれ、いつか連れて行ってくれって言ってたラインストラック、ついに来ちゃいましたね。ありがとうございます。突撃取材です。すいません。お、突撃。うわ、すごいですね、これ。こんな、うわー、すごい。これは、ずっと入れちゃうお店ですね。危険な空間です。ね、親にらみさんですね。うわー。ホテルとか、多分センスもかっこいいと思います。はい。親にらむ。親にらみ。はい。夜になると手出てくるから。あ、これも手。あ、そっちの、あれ、これミニガモッツ。あ、これがガモッツ知ってるんですか。ガモッツ、牛食うやつでガモッツ知らないやついない。お前やっぱりな、言っただろ、ほら、もう昔からの人みんな知ってるの。いや、俺山田さんに付き合って、まあ、なんか変なこと言ってるよと思って、ね、すいません、こういう小芝居を知らなくて今日ラインストラックに突撃してきましたと。今日本当これ早速、はあ、スーパールーパーのでかいの新色が出てるって聞いたんで、それでちょっと山田さん経由で連絡して、お店の方も見ちゃいたいなってことで来たんですけど。ありがとうございます。はい、いや、ちょっとね、俺のテリトリー荒らさないで、2人とも。ちょっとね、困るんだよね。車大好きです。ちょっとちょっと柔らかいの禁止だから。柔らかい禁止。一番の沼だからね。すいません、すいません、すいません、ちょっとちょっと柔らかめね。なるべくちょっとハードなやつで。ああ、そうですね。そうですね。これが一番でかいやつで、新色ってことですよね。はい、うわあ、まあでかくですよ。まあガボッツはもうこれもう本当におやつ程度のスナックスナックサイズ程度。ラージだとまあジミー J だけど、そう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 、ガボッツだとここら辺のスーパールーパービッグがエササイズなんじゃないかなって。いやーね、俺もガボッツを本当に YouTube 上に出したいなーって。なかなか釣れないんですよ、本当難しいんで。小倉さんも狙ってた、やっぱりね。そうですよね。言うてもね、こうちょうどいい、ちょうどいい、ちょうどいい。結構そう買いたいなと思って、うん、もう取り扱ってるお店とか通販とかがあってなると、うん、これ浅草まで行けばこういう感じで全部の色とか見れるなと思って。たっぷり毎回作ってますから、うん、毎回それでこれカラーも全部変えてっていう。そうです、新色新色でやってますね。同じカラーは同じカラーを塗らないんで。はい、あ、なるほど。山田さんだったら俺はもうすぐ透明に行ってしまうんで。お気に入った感じで。お気に入ったって言うんじゃないよ、すぐ透明に行ってしまうんで。ただもう小倉さんのところのルアーはこの遊び心ありながらガチで釣れてしまうんで、はい、普通にメンターの人が持ってるルアーなんでガチで釣れるから、マジでね、背びれをはじめ、
こうアメリカのトーナメントに出ている方の顔先にもちょっとちらっとついてましたよね。ついてましたね。使っちゃってるんだなとか、うわすごい今日はじゃあちょっと腰を据えて、いろいろと、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやいただきます。これジミー・ジェイたちも新しい、あ、そう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 、今塗ってるところ、でも木の亀で釣ってましたよね。木のやっぱそうですよね、木の亀、うん、水曜日牛久行ったんだけど、もう朝ねすぐやめちゃった。風がなんか予報が、あ、予報違かったですよね。はい、水曜日意外と吹いたイメージです。こういうやつが本当に聞き出すのって、うん、本当だったら今ぐらい、今もうちょい6月入ってきたら完璧、はいはいはい、まだちょっとアフター引きずっちゃうんで、はいはいはい、なるほど。去年もあれですもんね、ちょうど5月の終わりぐらいから小倉さんが釣りに来たってとか感じですもんね。今頃だとね、セブンの方がいい。セブン、ああ、なるほど。アフターの時ははいはいはい。どういう感じでアクションさせるのか。これははい、ちょこちょこ水面でやっぱり足際とかでやってから、はい、ちょっとリトリーブで使うんですけど、わざと倒れてる足のこっち側に投げて、はい、チッチッチッってやってから、はい、意外とこのリップでねクリンとこう避けてきちゃうんで、はい、あ、なるほど。その時に出る、うん、リアクション、リアクションで今のアッターの時期っていうか、ちょっと弱疲れてるなーっていうのにはセブン。そうそうそう、そうビッグが画面集中して投げ出す。本来はビッグは4月の初旬と、はい、あとはもう6月以降、あ、もう秋まで、はいはいはい、11月ぐらいまでは OK なんですけど、これビッグ買ったんですけど、うん、まだ釣ったことなくて、はいはい、うんうん、まず最初の1匹目ゲットするためにはどんな感じのアクションっていうか、投げてからの、まずね、ビッグで釣りたかったらビッグしか持っていかない。あ基本ですね。カバーなんとかとかそういうの使っちゃダメ。カバーなんとかとか使わない。そうそう、はいはいはい、柔らかいものはまあお家に置いてって一日中投げ倒す。そうですね、すぐ心がね、うん、心がもうすぐバーボー置いてくんじゃなくて、もうビッグしか持っていかない。そうそうそう、もうサムに1個ビッグつけてそれだけでいくから。もうそれぐらいの勢いで。そういうこと、やっぱりいろいろ持っていくと、はい、本当だったらいい、これビッグにいいよっていう時間に、はい、ワーム打っちゃってたりするわけですよ。そうですね、はいはいはい、ね、そうですね。逆にビッグにあんま良くない時に、なんかワームにも釣れないなみたいな感じで投げちゃってたりとかもするし、はいはいはい、なるほどな。やっぱり1個のルアーでその知るっていうことは、やっぱり1日通して使ってみて、あ、こういう条件の時にいいんだな、はい、それは多分一緒に乗ってる上手い方も多分そう。そう、タイミングで釣っていく人多いと思うんで、はいはい、特に牛久ってそのタイミングが、はい、結構重要。逆に本当でもワームが釣れるタイミング、トップが釣れるタイミングとか、そう、そこのどこにはまるかは投げ続けないと分からない。なるほど、お前すげえ大事な話だからな、これ。録画しない、これ。こういう。俺は牛久沼行ったら3時間しか釣りしないんですよ。はい、3時間やるのと1日やるのと一緒なんですよ、大体トップは。はいはいはい、はい。なるほど、うん。朝3時間やって釣れなくて、はい、それだらだら1日やってもそのまま釣れなかったりっていうのが多いんで、はい、もういい時間だけやるとか。はいはい、ちなみに、ここも企業秘密だとは思うんですけど、はい、いい時間ってのはズバリ、やっぱり人がいない時間ですよね。もうやっぱり一回寝てリセットされた感じの、やっぱ朝まずね。で夕方本当はいいんですけど、今時期だと気温も上がってきて水温も上がるし、はい、いいんです。風吹く日が多いんで、はいはいはい、朝シーンとしてる中で、うん、こういうのをピッて入れる。そうですね。そこで今回だと6色出てると思うんですけど、はいはい、ズバリな、まあ、牛久朝、これからの時期限定でいくと、まあ、全部いい色だと思うんですけど、俺だったらこれ選んじゃうぜ、みたいな。まあ、迷ったらまず、まあ、黒。黒、迷ったら黒。まあ、ラバージグにしても、結構、牛久って黒いルアーが効きますよね。やっぱりシルエットはっきりしてるから、はい、濁った中でもやっぱり
見えるっていうのと、はい、あんまり刺激しない色、はい、困ったら黒かな。黒、あとこの一番こっちにあるあのオレンジのやつなんですけど、はい、お腹がグローになってまして、あ、これグローでのがあるってね、ボーン素材の上に直接グローを塗ってる感じなんで、はい、ああいう金網リングになってるんですけど、抜くとボーン素材が、そうなんです、そうなんです、あのグローがね、はい、なぜか効く。あ、その朝の薄暗いだから、うーんとね、日中でも、日中でもグローもあり、うん、だからなんかちょっと人間の目からの見え方とやっぱ魚ちょっと違うのかなっていう、はいはい、透明系っていうのはさっき山田さんもこれいいなって言ってた、透明ってのはどういう風に捉えるんですか？意外と透明って透けて見えるようで意外と光るんですよね。光る、要は浮いてる泡って光ってるじゃないですか。あ、まあ場合にもよるんですけど、はい、まあちょっと暗いとやっぱり光がね少ないとやっぱり透けて見えるのかなと思うんですけど、はい、光が差すような状態だとちょっと光って見える感じですよね、はい、この辺はこのイエローボーンも同じ。そうですね、そうですよね、はい、だからうちはあのクリアのベースのボディと、はい、ボーンのベースのボディの2タイプ出してて、はい、まあ、はい、音とかも違うし、あとやっぱり見た目ですよね、光をこう透過するとかしないとか、そういう違いで、あのラインスラックの動画群で、はいはい、スーパーロッカーの小倉さんがボコボコに牛久で釣ってる動画いっぱい見ると、どうすりゃいいんだろうな、あんな H1 選手になれるんだろうなってあれ見て勉強。いや、もうあれも本当にもうビッグしか投げないんで、あの時ってもう最初からもうビッグで行くぜって感じで、そうですね、結局牛久ってなんかもうちっちゃいのでちまちまやって、ちっちゃいのつっても勝てないんですよね。ちっちゃいの3本揃えてきても1本でかいのボンってったらもう負けちゃうんで、もう4キロとかいっちゃったら、あれってのはもう今でも伝説の魚って覚えてるんですか？あの時もどこでどうしてどう釣れたって。そう、あれね、まあ本当ね、去年亡くなっちゃって長尾ちゃんがあのと一緒にね、こうプラしたりとかって言ってたんですけど、まあいいエリアがあって、そうで俺は中で釣りたかったんですよ本当は、はい、いつもの土砂ローのスタイルで、はい、結局あの中ってあんまり入ってくる人がいないんで、試合中に当たれば俺しか取れない魚じゃないです か、そっちを狙いたかったんですけど、はい、やっぱ最近中があんまり調子よくなくて、その時、はい、あー来たーとか言って、もう長尾ちゃんは外で釣ってるわけですよ、外側で、うえーとか言って、先に長尾さんが釣ったんですよ、マジか、そこいいんだったらこっちもいいよなって、中行ってすげー奥まで行ったけど全然調子悪くて、で出てきて長尾ちゃんが釣った10メートルぐらい隣にスーパールーパービッグ流したら来て、その時にちょっとバスの匂いがたまにしますよね、バス臭が。小倉さんほどじゃないですけど、たまに感じるときありますよね。あ、やばいやばい、これバス臭してると思う、はいはいはい、あ、これ絶対出るな、はい、いやもう、いやもう俺は1年に1回ぐらいだけど、小倉さんクラスになることをたまにする。いや、するよね、そっちもね。いやでも、あの僕も違う魚であの本職だった時に匂いしましたね。あの、はい、そう、それは分かるんです。このエリアだな、そうそうそう、あ、これここしかないっていうのが匂いとして、でルーパービッグを、うん、そうですね、 あのシーンにつながるんですね。あれもでも全部ラインスラックの動画で見れちゃいますね。そうですね、そうですね、あれはちょっと牛久行く前とか自分結構ワーム多めですけど、あれ見て気分盛り上げて、うん、牛久インってのが恒例の行事の盛り上げてビッグだけで行ってください。っていうか一緒に乗りましょうよ。あ、ぜひぜひ、ね、ぜひぜひ、これは俺撮影艇でこっちから撮ってます。今日ちょっと新色のビッグ買っていくんで、これが俺もスーパールーパービッグやっと3つか4つ目になる。そうですよね、あのセットも、はい、これでちょっとそれを参考だけ持って、はい、ただもうホットキャストが
凄すぎて、あの横であ、また引っかかっちゃいましたみたいになっちゃいそうで、もう怖くて怖くてあのキャストとかこういう 40g 前後の、うん、まあ、2オンスまでいかないんですけど、そうですね、1.5 オンスぐらいなんですかね、うん、こういうのをああやって足際に引っ掛けずに投げ続けるコツみたいなのってあるんですか、もう練習あるのみです。まあね、あのうちのこのサボって結構しなるんで、あ、これ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 投げやすいわけですよ、はい、結局曲がんないサボをこうやってやっちゃうと余計な力入っちゃって、はい、突っ込んじゃったりとかいろいろするんですけど、はい、これってもうちょっとこうひねるだけでもう勝手に曲がってルアーが飛んでいくんで、これ実際にあのいつも動画で使われてるセット、そうです、いつも使ってます、はい、最新のリールは最新でこれメインラインはメインラインは四つ編みのアップグレードっていう、はい、PE の、はい、4本よりを使ってます、はい、40ポンドかな、40ポンド40ポンドで、これこっついリーダーがついてる、このリーダーはナイロンの、はい、多分45ポンドぐらい、あ12号、あ、うん、12号、はい、これで、おお、そう、これ、おお、すごい、すごい、これがね、僕のこだわりのリーダーですね、あ、そうなんですか、はい、リーダーとして売ってるそのナイロンリーダーって、はい、柔らかすぎちゃったりとか、なんかちょっと白く濁ってたりします、濁ってますよね、太いやつ、これちょっと触っていただけると、ナイロンなのにちょっと張りがあるのと、あ、本当だ、なんかクロロみたいな最初こう張りが、うん、ありますよね、はい、あと透明度があるっていうのと、はい、意外とそのなんだろう張りがあるから、はい、このなんですかね、ピーだけだと単体だとこう枝とかにこう巻いちゃった時に、はいはいはい、引っ張って戻ってこないんですけど、これだともうハラハラハラって戻ってきたり、張りがある分、うん、そうそうそう、 あとだからせっかく投げたのにこうなんかちょっとエビになっちゃうとか、 ありますよね、はい、直結だと、はい、まあ、それがならないかとか、はい、背びれとかのそのスイッシャーのペラにこう絡まりにくいんで、背びれもこのもうこのセットで、うちのルアーは全部これでテストしてますから、はい、あ、この1本ですいません、うちのルアーもう6ポンドじゃないと動かないんですよとか、そういうルアーうち一切ないんで、全部このシステム、あ、背びれからルパビックまで全部このシステムでやってますから、このロット、このライン、はい、このリーダーで全部テストしてるんで、その糸普通に売ってるんですか、これ売ってますよ、うちで、あ、いや一応あの鉄腕スナップ、その四つ編みのアップグレードこのジャスト、はい、これ小倉3点セットっていうのを売ってるんですよ、小倉3点セットが、はい、もう小倉おすすめ、あ、これまず買っておくのと、はあ、これ安い、1000メートルで1850円、安い、そうやこれが、これが40ポンドちなみにね、このね、あの接続がね、できない人、はい、あとうちあのノット教室やってるんですよ、ノット教室やってるんですよ、すごい、その代わり教えてくださいって言ったらもうできるまで返さないんでそこはもう覚悟してもらって、全員できるようになってここに出るから、そう、出る、あ、なるほど、でまた1週間後来てもらってテストして、できなかったらまた居残り、あ、居残りで、そう、完璧になるまで浅草に来て、そう、鬼のトッパーになれるためのこう、そうなんです、レクチャーを受けれるっていうのもうね、僕ね、面倒くさいことをみんなやらせないんで、はい、もう僕もいろいろ曲がりくねってここまで今来てるんですよ、だからお客さんにはズドンって言ってほしいんで、はい、もう余計なことをやんないでここズドンってやってもういいことしか教えません、あ、なるほど、いや、ね、僕仕事で釣りやってるから、まあ、釣り行く回数って普通の人より全然多いと思うんですよ、多分週7回ぐらいは行ってるんで、あ、毎日か週7回ですものすごいテスト数の上に全部のこういう、そうなんですよ、ラインナップが出てきてるっていうのがなんか買いたくなる、もうね、お客さんからいついつって言われるんですけど、やっぱ自分が納得できないものはちょっとなかなかね出せないんで、投げて投げて、もうちょっとこう、もうちょっとこう、そうで出すかみたいな、そうなんですよ、これはそう、最近、ね、今年初トップもそう背びれだったし、うん、ね、カエルちゃん持ってる、素晴らしい、あとはルーパービッグと、うん、どんどんちょっと、そうですよね、修行してこういろいろ教えていただけたので、この前も、あ、もうこういう感じだよって聞いて、 それでだいぶちょっとメンター寄りになっちゃってるから、釣り子さんねちょっとこっちにこう引きずり込みますから、また
引き戻すっていうのはな、ね、そうですね、うん、またちょっとズイール時代とはまた違うこのこっちのラインスラック方面にね、はあはあ、行きますから。痛いんで行っちゃうと電飾買ったりとかしちゃうから危ないんで。危ないですよね、危ない世界です。トップと危ないんで。そうそうそう、それで、うん、でもやっぱり楽しい釣りだから、トップのやつも今年はいろいろね、お伝えしていけるような、ね、やっぱたまにはこっちの世界も織り込んでもらわないとさ。いや、もちろんもちろん、ね、はい、まあ、バス釣りはそういうのがあってこうね、バス釣りですから。こんなルアーで釣れちゃうのっていうのがやっぱり一番初期の感動だったんで、またちょっといろいろと教えてください。まあ、ただ牛久には牛久のね釣り方がありますから、皆さんお楽しみ。亀山、そうだ、うちのチャンネルなんかだと、うん、結構亀山好きだよなんて人が見てくれてること多いんで、背びれなんか、はい、亀山ドンピシャだと思うんですけど。いや、もう昨日ね、あ、昨日今日ちょっと俺夜自分のところのやつアップするんですけど、はい、もうありとあらゆる手持ちのルアーを駆使して、はいはい、朝一から、はい、まあ朝一でもないけどみんなこうバーって行ってから行ったんですけど、はい、6時ちょい前に出船してやったんですけどね、はい、全くチェイスもバイトもなくて、もう俺決めてたんですよ、絶対背びれ使わない、今日は絶対使わないからなと思って。あ、自分の中のルールで、だからあまりにも釣れなくて、はい、ピッてやったんですよ。したらチェイスあるわけですよ。あれ、やべえ、そう、今度バイトもちょっとちょこっていうのがあるわけですよ。 あ、やばい、乗らないけど、はいはい、え、バイトもあるしチェイスもあるし、やっぱ背びれなのかなっつって、はい、で必死してもうお母ちゃんと2人で、はい、背びれ投げまくってて、はい、あ、チェイス3回で1匹ねとか言って特殊ルール、甘神1回で、あ、2回で1匹ねとかいろいろやってて結構それだけでも釣れちゃう感じですよね。背びれはもう箱から出した瞬間に多分独特なセッティングで分かれてると思うんですけど、そうなんですよ、もうそこにある水槽で1個ずつ僕組んで、はい、テストしてからパッケージングしてるんですね。カメラまで使う時なんかのコツっていうか、こんぐらいのスピード感とか、まあ、タックルはさっきの、はい、ラインスラックシステムで、うん、まずベースであったとして、うん、アクションとか、うん、どういう感じですか、まあ、アクションは、まあ、させないのが、まあ、基本のルアーで、はい、まあ、ただ巻きのルアーなんですけど、はい、まあ、ゆっくりこうチリチリチリと 両側のね前後のプロペラがこう、はい、波紋を出すスピードで巻いてくるんですけど、はい、あんまり速いと普通の水車とあんま変わんない普通の水車と変わんないくなここはもう、まあ、普通の水車って速く巻いたらバーッときますよね、ジャラジャラジャラ、背びれはもうごくデッドスローで、そうですね、なるべく、うん、そうですね、それをキープして、うん、やっぱ岸際はもう限界タイプに入れた方がいい、入れた方がいいですね。でも入れられなかったらちょっとポーズ長めに はい、してもらえると意外とあそこの魚見に来てくれたりとかってするんで、あ、そっか、ポチャンの着水でポーズ長め、うん、長め、はい、うん、で寄ってきて最初のチリチリ、そうそう、もうやっぱり背びれで一番気持ちがいいのは、気持ちがいいのはリトリーブ5センチ以内に釣る、5センチ、ああ、ポチャンクリクリって5センチ以内でこう釣るっていうのがやっぱ一番気持ちいいんで、あれやっぱ長く巻いて出るっていうのはちょっとすごいストレスになるルアーなんで、あとこう攻めも遅くなっちゃうんで、自分の中でこのぐらいはほら、ま、巻いたらもう回収だなみたいなのあるじゃないですか、距離的に、はい、ペンシルでもポッパーでも、まあ、この距離巻いたら回収して、はい、でまあ、それと一緒ですよね、もう釣り方はゆっくりなんですけど、その巻いてる距離っていうのはだいたい短いんで、まあ、すぐ回収してまた次みたいな、そんなに遅い釣りではない感じですけど、ね、結構今だとまだ5周年記念セミでも浅草まで来れば、うん、ありますね、陳列されてますもんね、通販でも買えます、あ、通販でも、うん、お店さんには卸してないんで、浅草にしかないんで、そのカラーはこのレッドヘッド系のカラーは、はい、もう本当しびれる、あ、あるけどこの後ろのあれですよね、重なってるやつのこだわりのとこ、ね、はい、これど小倉さんどうなってるの、そこ工房なんで、裏が全部こうやって
このようにルアーとかもこうやって、うわすごいのが出てきた、すごいすごいのが出てきた。これからこれパッケージングしていくやつなんですけど、はい、そこに段ボールあったのがそれパッケージングして、はい、ジミージェイ、そうそう入れてるやつなんですけど、ちまちまこういうの塗ってやってるわけですよ。はこれは香ばしい。これはいつぐらいに全部、これは今月の20日ぐらいに発売する予定ですね、はい、ジミー・ジェイだと今回は6色、8色塗りました、はい、これもし今ここにあるやつで何かポイントなんか教えていただけるのが、はい、特にないんですけど、はい、ポイント的にはないんですけど、好きなの使ってくれ、そう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 、一応ジミジェってバスも釣れるしギルも釣れるしトラウトにも使えるしみたいな、はい、で沖縄の方行くとチヌ釣ったりとか、はい、いろいろそのマングローブの魚釣ってくれてる人とかもいて、はい、いろんな魚釣れるんで、いろんな状況いろんな魚種に使えるような色をなるべくちょっと今回は広く塗ってみようかなっていうこと、8色、いやいいな、こんな形すごい、うわあ、この浅草の店舗に来ると、うん、もしかして運がいいとこういう次こんなの仕込んでるような、あ、いつも俺ここで内職してたりとかするんでこういうのが見れたりする場合も、はい、あります、はい、これはすごいの見れたな、ちょっとね忙しいと奥の工房にこもっててなかなか、いやいやそうですね、店にいない時があるんですけど、ね、これだってこれを延々とそうなんですよ、はい、へえ、この色とかすごい可愛いですね。これいちご、氷いちご。はい。さすがに牛久とかだとあんまりここら辺は。と思うでしょ。はい、うちのお客さんで牛久で58つのつってる。56だった。56。で牛久でジミーみたいな。はい。あ、それは山田さん知ってると思うけど、なんだろう、東屋田の方の上流のさ、橋の、そう、あの木のところで、はい、あ、小倉さんところのお客さんが、そう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 、ね、56、はあ、すごいですよね、さすがにちょっと俺まだそこまではで、行ききれてないんで、はい、これ楽しみですね、スピニングで、なんだろう、スピンキャストかな、スピンキャスト、スピニングって言ってて、あ、そう、スピニング、スピニングって言ってて、もうすっごい時間かけて、そうですよね、そうなんかピッてやって、入ったーっつったら、なんかあ、ボーンピューって消えたんですって、そうなんですか、うん、ちなみにこれはいつ頃出るんですか、これは20日、あ、20日なんですか、今月の20日ぐらいかな、日曜日に、一応お店さんに案内とかも出して、うん、そうなんですね、そう、SNS もアップして、これクリアで出るんですか、これクリア、クリア、クリアキャスパー、これがまずクリアキャスパー、うん、あ、こっちから色の名前とか教えていただくことできますか、うん、これクラウン、はい、クラウン、クラウン、うん、スプラッターチャート、うん、クリアキャスパー、イクラ、イクラ、クラ、うん、これなんだっけな、ちょっとこれまだね、つけてない、これ氷いちご、氷いちごいいな、これナチュラル、あ、ナチュラル、あ、これどうしようかな、これなんか山田さんつけて、命名権いただきました、山田さん、これすごいですよ、この真っ黒クロスケじゃないですか、真っ黒クロスケ、これ捕まらないですよね、それちょっと使えないです、それちょっとあれ、じゃあクロスケにしよう、クロスケいいですかね、うん、クロスケ、え、ま、マジですか、これじゃあクロスケで、おお、ちょっとちょっと待ってください。ちょっと待ってください。やばいですよ。まあ、やばいですね。命名、ね。大丈夫ですね。まあ。クロスケ。まあ。あともう一色今仕込んで。そう。1、2、3、4、5、6、7色だ、ね。あ、違うか。8色あるんだ。ああ、あるよね。そう、すげえ。これすごいな。そう、今ね仕込んでんのこれ。20日ですか。これもう一回やってくれって。これかっこいいっすね。これもう一回やってくれって。これめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。これと、これよ決まってる、名前決まってるんですか。これブルーヘッドで、これレッドヘッドなんだけど、これ5周年の時になんでこれやんなかったのって言われて、
これももう一回やらなきゃいけないかもしれないです。ああ。都会に寄ったからね。そう、これ少々ずっと5年前に販売したから。うわ、これはやばい。フックが外れて入ってる。そう、お好きなフックつけてみる。なるほど。おすすめは、うん、これあの横合いに本当はなってるんですけど、はいはい、ピンチでこうやって縦合いにしてダブルフックつけたりとかもできるし、まあ、横合いのまんまだと、まあ、トラウトやる人だったらもう缶釣り用のスプーンのフックそのままピッてつけられたりとかするんで、あと吉田浩二さんなんかはこれにちょっと大きめのフックをお腹だけつけて、はい、あシングルのシングルというかトリプル1個でかいやつつけてなんか使ってくれる、はい、吉田師匠も使ってます。なんかやっぱこういうちっちゃいクランクが効く時があるらしいんですよね。タイニークランク的に使えるし、水面でもそもそも物質的にも使えるしっていう、はい、やっぱりそのお客さんもね、トップだけやってちょっとあぶれて買うの嫌だなーっていう時に、はい、ちょっとライトな、ウルトラライトとかのタックルを使ってちょっとこれでバスとかギル、小バスとかね、ギルで遊んで買えるとか、はい、ね、でもね、その牛久でそんなでかいのまで出るっていうのはやっぱり小倉さんとこのルアーのクオリティでただちっちゃいっていうだけで、うちの大会でも、うん、牛久の大会で結構あの誰も釣れなくて、うん、会場に戻ってきて、うん、ちょっと時間あるからっておかっぱりピッてやってジミーちゃんでやったら、はい、釣れてそれで優勝したって動画で見ました、動画で見ました、はい、ファンミーティングの、はいはいはい、いやこれが、うん、間もなく間もなく、はい、うん、20日ちょっと待って、俺マジこれマジ欲しいってもう一回これ買いに撮影にちょっとマジ欲しいできた時に今一生懸命ね時間を見てこうあの服をパッケージングしてるんですけどね、やっと塗り終わったんで、いやこういう最新情報、ラインツラック情報がこの機関店に来れば、はい、何かしらこうやってると思うんで、次に向けて、はい、毎月やっぱり新色新製品出していくんで、毎月なん、毎月です、はい。いやでも昔自分ズイール好きだったとかファンだった時とか本当毎月あの雑誌の後ろの広告で、はい、今月の色みたいに出るんですよ、はい、そんなトップウォーターの色見るだけでなんかワクワクしますよね、ワクワクしてたすごい思い出します、毎月こういうの、うん、何出るんだろうとか、自分もやっぱりその色塗る基本としてはその自分のタックルボックスに入れたいなと思う色を塗ってるんですよね、はい、まあ子供の頃であんま金なくって、はい、まあ、釣り具屋行ってヘドンだなんだぶら下がってるの見ててすごい憧れたけど、はい、やっぱ買えなかったりとかしたじゃないですか、で、ね、その頃にの当時のカラーとか、はい、なんかちょっと再現したりとかして、はい、そういうルアーと一緒にこういうのを入れててもこう違和感がないような、あ、まあ、そういうコンセプトですかね、はい、プラス釣れるっていう、こんな楽しいお話もいろいろ伺いちゃうね、プラスチックってね、はい、ルアーってやっぱりそのなんだろう、工場で量産でね、はい、バーって一気に塗っちゃったりしてんでしょっていう思うかもしれないですけど、うちは思ってました、うちはもう本当に一個ずつもう手塗りでパッケージングも自分たちでやって、はい、やってるんで、まあ、取り扱い店とかあのホームページに載ってますもん ね、 そうですね、もしくは通販とか、はい、もうあの取り扱いがないなと思ったらお店の方にちょっとラインスラックのルアー入んないの、はい、とかって言ってくれれば、ああなるほど、そんな流れもそのお店さんからこっちに来るかもしれない、はい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 、連絡ね、はい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 、うち大体基本あの自分から営業しないんで取れますかみたいな連絡があってどうぞみたいな感じの、なるほど、うん、取れなくないよって、はいはいはい、いや自分はあのここ来てあのペイペイも使えるんで、はい、浅草、まあ、東京とか住んでたら、うん、まあ、この旗艦店に来て、はいはい、いろいろ色なんかも見ながら、ね、お話なんか聞きながら、うん、買うのも最高だよな、はい、もしくは遠くに乗っては通販とかで買っちゃうか、はい、いや
ジミジェまた買いに。いや、俺ジミジェちょっともうとりあえずもうあの命名権をしてる。命名権。クロスケ、クロスケ、クロスケ。10個ぐらい買わない。クロスケ。いやもうでもこれとこれがすごい欲しいなと思って。ちょっともう3つ行ってしまう可能性はある。ちょっとこれを買いに来るね。コットンキャンディーがあるね、あと1個ね。あー、なるほど。コットンキャンディーはやっちゃったんだな。あー、入れちゃった。うん。なるほど。なんか突然押しかけて、いやいや、それも撮影させてもらいました。いつ来てくれんのかなと思ってもいやいや、そう待ってましたよ。いや、山田さんとなんか都合が2人とも休みでついてあーですよね、押し食いちゃうかみたいな。ですよね、すぐついてしまうんで。絶対なんか、いや、午前中押し食いって飯食って午後から浅草の奥座さんとこじゃないですかとか言うんですけど、一番やめないんで絶対閉店しちゃってるんですよ奥座とこ一番やめないじゃんお前みたいな。最近俺根性なくてすぐやめちゃう。いや、奥座さん行ってる回数が通算すると週で20時間ぐらいは釣りしてるでもなんかやっぱ通ってると今日これちょっと違うなっていうのが分かるんじゃないですか。あ、粘ってどうこうじゃない。はい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 、もうそもそもダメだ。ありますよね。まあ、それは分かります、ね。それがこの春は多かった気がします。ああ、なるほど。なるほど。本当に苦しんだ春でした今年は。マジで釣れなかった。本当にあんな春であの水色とかってないっすよね。はい、自分もこの間釣れたは釣れたっすけど、うん、9回だか8回行って1回しか釣ってない、それまで、うんうん、だから7坊主とか8坊主してる。俺10坊主ぐらいもしちゃってるな。俺5年坊主でした2016年に最後に釣り子 TV でなんか釣ってて、そこから毎年別に行ってないわけじゃないんですけど、うん、数えたら5年ぶりに昨日釣れました5年かと思って YouTube で最後山田さんと行ってなんかあれだよなって探したら、うん、でもちろんトップではなくてそれもワームなんで、ちょっとせっかくいろいろ教えてもらったんで、こういう投げたいなって気になってくるね、やっぱりね。研ぎ澄まされた釣りもちょっと今年練習してゴリゴリにやる。本当になんかね、無呼吸になっちゃうんですよねだから3時間ぐらいしかできない。緊張しすぎて今度絶対引っ掛けないみたいな。この足と足のこのね、間にこうビッグ入れるわけですから、はいはいはい、もう本当の息を殺し投げるわけですよ、はいはい。もう操船もこう音を立てず、はい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 、風に逆らわずにね。古城では何回かあの挨拶できましたけど、はいはい、本当忍者みたいな気配がないっていうか、もう景色に溶け込みすぎちゃってて、であの独特な流し方でシュパッシュパッって着水音なくずっと決めてくじゃないですか。あれできないと思う、すごいですね。そんぐらい古城に浮かないと、うん、あの、うん、息に行かないの。ものすごい経験値の上にこのルアーを宇田さんが作ってるから、そうやっぱりね、まあ、ただでね、エレキのやり方一つにしてもやっぱり宇田さんなんか教わることすごく多くて、そう、あ、やっぱそうなんだっていうので俺なんかもすごい真似させてもらってるんで、うん、はあ、気づくよね。だから俺がパラシュートやっちゃってても、ね、なんすかそれみたいな俺あのすぐパクるんで、うん、上手い人からパクるっていう方向でずっとやってきてるんで、いやもう小倉さんの DVD も何回見たか分かんないですよ。あ、古城の、そう、いやいや、足際のカリウム、足際のカリウム、はあ、もう、いやでもふざけたトークをしながら小倉さんすげえことをいろいろやってて、言ってないんだけど、いや、うわこれすごいなっていうことを結構小倉さんはやっててでも今だと YouTube であのラインスラックのチャンネル見たらそれが、うん、あの目線カメラで見れちゃいますからね。でもな、音質が1音スタイルで違うルアーをローテーションしてるのに全部同じ弾道で着水音超綺麗に、ねえ、飛び込みの選手みたいな着水音でルアーが入ってるからもうそもそも腕が違うといやあれできないね。軽いルアー投げた後に重いルアー投げて同じ低弾道で行ってポチョンっていう音も立てずっていうのはすごいなと思って、もうだからそれを見習って、はい、ブーンポカションとかは絶対ダメなんだなと思って、やっぱりそう、でも DVD の中でずっとお母さんがふざけたトークとかをしてるからイエーイみたいになってるからこう豪快なのかなと思いつつも、めちゃくちゃやっぱ細かいことをしてるんだなと思って勉強させてもらってます。そこ企業秘密だからあんまり言っちゃいけないと思う。大丈夫、 DVD 見れば大丈夫、大丈夫、大丈夫。まあでも DVD の時はまだね釣れてる方だったから、しかもまだそ今ほど気使ってないですけどね。あ、なるほど。長い流れで牛久見てると、うんうん、今ってやっぱちょっと厳しい難しいですね、うん、ですね。
年々厳しいんじゃないかな。もう一匹に詰めた時のあの脳汁はやっぱり半端じゃない。そう、半端じゃないですね。半端じゃない。特に試合の時とかなんかもううわーってなりますよ。怖いですよね。もう試合中に LINE しちゃうぐらいだもんね。小倉さんからバンバン LINE。 あれ小倉さん試合って昨日だったのかな。大丈夫なのかな。試合させイエーイみたいな。集中で会長も早く次を釣れとか言ってそうなん、2匹目をね、釣っちゃえばね、あれバレちゃった時もありましたね。そうそうね、そうですよね。試合のああいう時でもやっぱトップで釣れるよっていうのはやっぱり、はい、そのお客さんたちに示していかないと、なんだろう、今やっぱりブラックバスをね、こうの環境って悪くなっていく一方じゃないですか。はいはいはい。やっぱ野池が閉鎖されちゃったりとか、はいはい、だから僕はちょっとお客さんにやっぱりちょっとメジャーなレンタルボートがあるフィールドにやっぱり行ってもらいたいっていうのはあるんですよね、はい、亀山ダムであるとか、そうそうそう、相模湖であったりとか、はい、相模湖とか、だけど口だけでね、行けよ行けよって言っても、はい、やっぱり釣れないでしょってみんな思うじゃないですか。だからやっぱり映像とかで見せていくっていうのは大事なのかなみたいな、はい、いやー、ぜひ皆さん LINE スラックの YouTube チャンネル登録してお願いします。がっつり面白い釣り勉強しちゃいましょう。こういうやらせのトークを交えつつ、DJ が予約しないとやばそうです。さすがに大丈夫ですか？大丈夫でしょ。大丈夫ですか、うん、これちょっと買いに行きます。自分ちょっといろいろ今日何を買おうかなって来たけど、これ買います。だいたい新色が出るとどれぐらいでこのペン頭からはけていくか。物にもよりますね。 あと物によって作れる数が限られちゃうやつがあると、生産性がちょっと悪い形のものとかもいろいろあるんで、これなんかね、まとめて100個とかバババって塗ったりとかできるんですけど、これとかも集中力いりそうですよね。そうなんですよ。でブネブネしちゃってるから、あ、ちょっと曲がっちゃったとかですよね。そう、これとこれと、あ、やっぱこれあるうちにこういうの買っとかないと。うんうん、行こうよ。やりました。行こうよ。ちょ、神回作ろうよ。神回作ろう。マジでこれで一緒に乗ってでかいのが釣れたらもう、ね、100万再生ぐらいの。なんか釣りのチャンネルの動向を見てると全然もう平坦な。じゃあそれを崩しましょう。はいはい。もうガボッツ出したらもう世界初だからね。そうですね、釣った人まだいないんで。あ、釣ってるとこ動画には出てないんで、はい、はあ、YouTube いろいろ見てますけど、俺も動画あったんだけど、釣れてる、はあ、あ、もう、やばい、もうほらやばいじゃん、出しちゃうと、はあ、そうですね、やっぱ小倉さんやっぱ釣ってるの、やっぱ釣ってる、ね、アリゲーターガーとかそういうのに近い伝説の珍魚、珍魚、海魚が釣れるから、ね、そういう感じになってきちゃってるんで、そういうことない人もいるから、うん、もうほんと3時間以上やんないんで、すぐ帰っちゃうんだよ、すぐ帰っちゃう。この感じあるよとか、あ、じゃあちょっとだってこの前会った時だって朝ちょっとやってもダメだなって寝て、はい、あんなことってないんだよ。ほぼ帰るっちゃうんだよ、はいはいはい、あ、そうですよね、やべ、夕方になっちゃったみたいな。やってみようか、もう一回みたいな。そうですよ、ずっとあの山田さんと、あれ、小倉さん、あれ出てこないぞみたいな。車だけがあったじゃないですか。そう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 、あれ、ボート、あれ小倉さんのボートじゃないかとか、そうそうそう、どうしようかなとか言って、寝てたら電話するのも悪いしなと思って、そうそうそう、いや、これもしかして朝がダメなのかと。なるほど、あ、なるほど、うん、あまりにも釣れない、はいはいはい、水温上がってからなのかな、はいはいはい、みたいな、朝寒かったんで全然朝ダメで、そこからはなんかちょっと曇ってるけどなんかあの紫外線感じるみたいな、ね、あれになってからなんか食い出したっすね。今日が、昨日ね、亀山がね、はい、それで影がちょっとでき始めたんですよ、はい、ちょっと日が、はい、じゃね、やっぱりグローが効くんですよ、ね、明らかに他の色の背びれよりそのグローの背びれにバイトが集中するんですよ、ね、それってのはもう、まあでもやっぱ感覚でこんな感じかなーで気軽に選んでて、でピシャってはまると偏り出す、ね、え、まさかと思ってまた違うの やるとダメで、ちょっとまた変えて、やっぱグローなんだみたいな、予算オーバーしちゃった、うん、そうそうそう、予算オーバーしちゃった、俺グローも買うぜって言ったらやばいことやる。あとはジミー J は20日、
もう一回もう一回愛さんお願いします、はい、これジミージェンあの時のついに発売したぜって言って、はい、また買いに行く、はい、俺は多分これ娘ちゃんに買って、あでもやっぱこの色いいっすね、うん、これがやっぱりそうだね、うん、なっもう何十年牛久沼通って初めて豆屋に行きました、この前。あ、行ったんすか。あれ、お店に行ったの。もう行ったのいつもあそこの裏からは下ろしてるんですよね1万円分ぐらい、もういろんな豆とかもいろいろ買っちゃったもうすっげえこれとか、あそこ工場もやってて、店も工場もやってて、うん、その店が前にある感じなんです。そう自分行ったことないですよ、あそこね。逆にそこやってる時間にあそこ通らない、逆に通らないんで。そうこの前だからもう朝ちょっとやってもう上がった時に、あれ豆屋やってんじゃない、行ってみよう。美味しい。美味しかったです。あ、なるほど。なんかそんな話したらまた牛久行きたくなってきちゃう。俺もずっと行きたい。そうですね、ずっと行きたい。俺は今本当牛久が嫌いこんなに釣れない時ないもんな。やっぱり小倉さんを持ってしてもって感じですね。やっぱり今年おかしいなと思ってたんですけど。いや本当に西に浮気したいなと思うんだけど、はいはい、やっぱ東で釣ってるもんなんだ。俺の場合東のしかも茎崎橋より下流で釣らないと牛久、はいはい、じゃないんですよ。はい、わかります。ジャンキーズエリアがあるわけですから、それで勝負したいはいはいいやー厳しい。すごいわ。もう釣れないから金子さんもいろいろ行くようになっちゃったからね。牛久もね、上流も行ったりとか。いやもう会長僕なんかに聞かないでくださいよ。まだどの辺なんだよ。マップでも後つけて送れとか。もうそれあのはいとイエスしか答えがないやつなんで、もうノーって言えないんで。わかりました。でケイさん電話かかってきた。あ本当ですか。うん。行くぞ、お風呂、明日行くぞいやすみません、明日俺船舶免許の更新なんで行けないっすよ、つって、はいはいはい、見たかあれ釣ってるぞどうなってんだどうなってるもこうなっても俺も釣れてないんだよ、みたいな横田君、そんなに釣るなよ明日は朝に行くぞまあ、本当にちょっとうん、お願いします。ビッグ、うん、ビッグ今だよってタイミングでぜひお願いします、ね、なんとも俺も今、はい、今年釣ってないからなんとも言えないけど、はい、6月は期待したい。そうですね、うん、はい、それでも釣りに行く釣りジャンキー出ないの。釣りジャンキー出たいねとは言ってるんですけど、うん、まあ今トーナメント人気だからもうどうなんですか、埋まっちゃってんのかね。どうなんですかね。俺も休みかどうかまだ分かんないんで。ああそうなんだ。俺はね協賛してるから出る。ああそうなんですね。すごいあれですもんね、歌の中でも出てきますもんね、あのヘラーがかる。俺だって1回目チャンピオンなのね。え、あそうなんですね。優勝した。あそうなんですね。カップ、はい、うわすげえ、それを初めて知った。あれでドロンベアで。あそうなんですね。ゼンマイで勝った。あゼンマイで、はい、そうなんですね。それ初代チャンプ、はい、あれいやこれは知らなかったです。お母ちゃんと2人でお立ち台に立ちました。ああそうなんですね。超かっこいいですよね。それでトーナメントしかもトップで、いやそのクマでみたいな一番かっこいいじゃないですか。いや全枚でみたいな優勝それも動画撮ってたんで、はいはい、みんな納得してくれて、はいはい、あれってそれ動画出てます。ね、消しちゃったかな。あそう、それ見たことないなと思って。なんかね、あれに焼いたかな、CD に。あそういうので、たまなんか。ここにも流してたりとかもしてたし。今もうドロンベア売ってないから。はい、ああ、そうか、そうってなっちゃうと。だから消しちゃったりとか、ドロンベアの数々の動画も結構、うちの結構ありましたよ、ね、YouTube から。ファミリーミーティングとかで、うん、やっぱあれが大活躍してるのだけ多分まあそうですね、そうですね、肩倉かな、はい、あまあね、お客さんはね、持ってるから使う、はいはいはい、新規でこれ楽しても、もうないんで、うん、そうなんですね。でもその袖釣りカップ優勝のやつはなんか記念に見たいですけどねもう真っ昼間のクソ暑い時に、はい47が出たんですよ。47、それはすごいですね。あれはあのデジタルメインですか。そうそう、デジタルメイン。あ、そうなんですね。47はすごいですね。
もし出れば俺らね、十何匹釣ったのかな、その日。その日ゼンマイだけで。え、大会中に一番俺らなんかもうこんなのね、ハンドコンでさ一番そこの時田のね、桟橋から出るのが一番遅いしみんなバーみたいに行っちゃって時田のまず目の前から始めたバタ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 ガバーとか言って釣れんねーみたいなまだその時背びれも売ってなくて、はいはいはい、そうなんですね、はい、初代チャンプ。そうそうそう、じゃあ今回も競争しつつも大会も出ら、そう出ます出ます、トーナメントアップして、はいはい、最強の刺客じゃないですか。でやっぱりそのあれ出てる人も背びれ使ってくれる人とかもいて、あ、はい、うん、なんだろう、普段もうオールマイティに釣りやってるんだけどトップは背びれみたいな、あ、そうかも、はいはい、出てきてるんで背びれジャンキーですね。そうそうそう完全にトーナメンターの人もね、普段ガチンコでトーナメンターで、小倉さんとルアーだけは使うっていう、ちょっと僕が買ったって言わないでくださいって言って買いに来るんだ。ああ言うんですか、まさって、あーシークレットベイト、ね、やっぱそのなんか自分についてるスポンサーさんに見つかっちゃうとまずかったりするんですかね。それだけどやっぱりその試合とかでは使っちゃってるみたいな、はい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 、まさにマネーベイトで賞金を借り取ってくれるみたいですよ。だけどそういう人に本当は公表してくれたらもっとバーンっていくんですけど、あー行きますよね。そうですよね。そういう人も言いたくないぐらいやっぱり釣れるっていうか、それってめちゃくちゃすごいことですもん ね、 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 DASS のトーナメンターついてるってね、逃げなくついてるから、アメリカの湖にあれがバスボートで失踪してるね、ところにトップウォーターまた一緒にするんで、よろしくお願いします、ね、一緒に運転やってください、お願いします、はい、なかなかすいませんでした。ちょっとこれ朝はだからあの豆屋のとこにしよう、豆屋しよう、船積んでいきます、もうすぐ横でもね、こちらこそね本当にね、はい、だからスリコさんの動画ってほら、いろんな人を見てるじゃない、まあまあまあ、まあ、ね、はい、オールマイティに釣りする人はさ、はいはい、だからうちすごい宣伝になってると思うんですよ、コラボレーションのいい、だってあれの動画出てたからそれ何個か売れたもんね。そうそ う、 そう、あのセット、はい、動画が出た日と次の日は、はい、これ買いに来た人いました。うん、3、4人来たかな、はいはいはい、だってここに黙って置いといたら別に減るもんじゃないんだもう結局うちに来るお客さんも全部持っちゃってるんで、そう買っちゃってる、ああそうか、そう、なるほど、もう予約でほとんど買っちゃうんだ、全員買ってるに等しいから、うん、もうなかなか、ね、特に50年もうこれとかももうあのアップした瞬間にもうメールがドバドバドバって入っちゃうんで、そう、うち結構なんだろう、買い慣れちゃってる常連さんなんかは、はい、そう背びれでも何でも買いそびれること絶対ないんですよ、はいはい、予約でバーって欲しいだけ買えちゃってるから、あの買えないとか買えないって言ってる人なんで買えないんですかねってみんな言うんだけど、それは予約を取ってないいや、それはうちの仕組みが分かってないからだよって言うんだけど、なんかね、うちわざわざなんか予約取りますとか言わないんですけど、はい、そのインスタで今これ塗ってますとか、はい、今これ組んでますってやってると、はい、見てる人はあ、今これやってんだなとか、はい、あとこう来た人も分かるじゃないですか、はい、で、色出すと、うん、大体もうポン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 ってメールが来だすんですよ、はい、もう発売前に、はい、で、背びれもそうなんですけど、はい、背びれだけはそのポン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 って来たのだけを結構こうやってもう随時こう計算するんですと、え、じゃあやばい、準備してた数超えるってなるんですよ、はい、そしてまた追加生産で、発売日、一応発売日の数日前には足りないことには気づけるんですけど、あと1日2日で足りない分をまた作るっていうと1週間ぐらいかかっちゃうんですよ。なのでそこからはあのの1週間納品が1週間遅れるけど、はい、あの受けますよって言って、はい、予約分は絶対に欲しいって言った分は用意するようにしてるんですよ、はいはい、まあそんな感じなんで、これを、はい、すいません、すいません、小倉さん店セットのうちの2点、なんか本当撮影までしてもらってね、本当に、いやちょっと本当山田さんと一回お店の方で買いねーってなってて全然来れてなかったんで、ありがとうございます。急に押しかけて。結構あの太いんで結び目が大きくなると、はい、あのガイドとかどうですか？ガイドは小さいですか？自分のはやっぱ小さいんで、最近のっぽいやつなんで、
ただちょっとフロロリーダーしか持ってないんで、これナイロンのリーダーなんか買わないとなと思ってた矢先だったんで、うちのガイドはちっちゃくしてないんですよね。そう、そこがでもその直径で通るんですね。もう6ミリですね、はい。あのシーバス用のなんだろう、ビッグウェイトというか、はいはい、ビッグ、うん、トップウォーターロッドとか、はい、全部ガイドでっかいんで、そっちで組むか、うん、まあ正しいちょっと短めに。これ見て、これインスパイア買っちゃったこの前。見れると思って。それはあコマンドですか。コマンド。じゃあコマンドですよね。インスパイア。インスパイア買っちゃった。何を買ったって。やべえこれと思って。コマンドですね。なんかもうこのなんだ俺も好きな年代だなこれ。ああはいはいはい、はい、ガイドとかも。はいはいはい、これいいのですよね。これいいっすね。使ったことないですけどまだ。あの昨日ちょうど帰った時にこれの使い手の友達と家の下で、マジでコマンド曲げたいんだよねみたいな感じで。あこれ俺だってこれこれベリーで見た時にこうやって、うわやべえこれビビってきちゃったもん。曲げた瞬間に。ほら俺なんかこのエヴァブリのサウナが知らなかったし。なるほどなるほど。はいはい。ガイドの感じとかもでもそうですよね、昔の一番お金かけて作ってた時代の道具です。そうなんだ。そうなんだ。なんかあの昔のブームでなんか DC が発表されたりとか、なんか一番バスバブルみたいな。これもう10本ぐらい欲しい。5000円だっけ。これで5000円だもんね。あ安い。5000円。うん、ね、新品の値段からしたら全部違うぐらいだもんね。あ、そうなんだ。これはだ最高級ロットです。え、結構高かったよ、結果見たら。そうそう、うん、私も調べた。これはあの SIC のやつとゴールドサーメットの2種類出てるはずなんで、うん、なんかゴールドサーメットよりこっちの方がいいなと思って。あ、じゃあもうジャストね、うん、あ、でも綺麗ですね、ゴールドサーメット。綺麗だね。あんまり使ってないし、そうなの。ね、テカリはそのままここだけちょっとテカってる。ちょっとだって、うん、インスパイア大体もう見ると大体ボロボロだもんね。うん、そうなんだ。こんなこういう程度のやつがどんどん出てくるのかなと思ってた。出ない。もうあんまり見なくなってきました。あ、そう。なんだ、俺もあともう2分ぐらい欲しいな。この年代のすごいプレゼンスっていう下野さんが作ってたもう棍棒みたいな竿があって、それ探してるんですけど、なかなか状態メールが。10年ぐらい前だとギルとかにたまに並んでたりしたんですけど、ちょっと最初に田中と小倉さんの分かんないからこれも買っちゃった。モンスタークイーンね。あー、はい、新しいモンスタークイーン、はいはい、だけどこれもグラスなんだよ ね。ガイド回ってるやつ。そう、そう、あ、はいはい、グラス。あなんで小倉さんそんな違うよね、持ってるもんね。ありがとうございます。すいません。じゃあまた近日中にジミー J へ買いに行きます。ジミー J で、はい、ジミー J 出たんですかっていうところの新しい動画を。なんかすいません。いや一応今月はジミー J とトップジョージっていうルアー、はい、ね、今塗ってるところなんですけど、これのメイドがついてるやつなんですけど、はい、こういう風になる。はい、これも買わないと。ちくわ、柔らかいもの。柔らかいもの。柔らかいもの。いや、投げちゃいそうですね。やばいですよ。ちょっと顔こっちながら、ね。すいません、お邪魔しました。すいません、ありがとうございます。押しかけちゃって。長かった、すいません。失礼します。いろんないい話聞きちゃいました。ありがとうございます。貴重なお話も。はあ、まあ、浅草といえばもう、浅草寺、花屋敷、ラインスラック、まあ、この3つが、ね、水上バスとか別に乗んなくてもいいんですよね。覚えました。はい、ありがとうございます。じゃあ帰りましょう。はい、帰ります。